創造工学部の創造の2文字には産業の創造、文化の創造、安全の創造の3つの意味を込めました。高松市の香川国際会議場で開催された香川大学創造工学部設置記念式典で、加計学長は人材育成とともに地域の課題解決にも貢献したいと話しました。また式典には林芳正文部科学大臣も出席し、地域活性化の中枢になってほしいと祝辞を述べました。創造工学部には造形メディアデザインや防災危機管理など7つのコースがあり、ものづくりだけでなく新たな価値を創造できる人材の育成を目指します。